はい、今ですね、またそうですね、さっきのところから1キロぐらい来たところなんですよ。で、これ八幡神社がありまして、孫子八幡神社って書いてあります。朝日が丘古墳って言うんですね。これね、これほらこういう感じなんですよ。で、奥ね、社殿の奥にあるようですね。じゃあちょっと中入ってみましょう。で、こっちはね、こういうほらこういう感じ、完全な堀になってますね。立派な堀です、これ。ほら立派な堀になって、お堀になってますね。立派ですよ、これは。じゃあ失礼します。ね、こういうね、神社行くとね、こういう木がね、なんかすごくね、ほらこの堀見てください。堀をなんか、お城みたいですよね、この堀がすごくて。おい、こっちもほら、これずっと堀でしょね。社殿がありましてね、社殿があって、あの奥にありますね。確かにありますよ、ね、ありますよ。ちょっと下から向かってますよ、ね、こういう感じです。周囲はこんじこういう感じです。まあ、ごく一般の神社孫社って言ってますかね。こういう感じです。はい、書いてありますね。ほら、ありますよ。ほら、あります。ね、ありますよ、ほら、ね、これすごいです、この木、大木すごいです、巨木が、うわー、すごい、ほら、素晴らしいです、ね、忍者あります、それくらいね、ありますね。ほら、ありました。山武市指定ですね、朝日の丘古墳、松尾町鏑木千崎っていうんですかね。鏑木古墳群、最大級の古墳で、前方向けて70メートルだ。はい。で、人は存がよく検討、日本大学ですね。昭和27年に日本大学が調査してるんですね。昭和27年って言うと、もう随分かい、埴輪、結構いろんなもの出てるんですね。埴輪、円形埴輪、こんぐり、石室は長さ 1.1 メートル幅、石室がそうですね、素晴らしいですね。はい、こういう感じですね。
8万ね、立派ですね、この神社もすごく立派です。房総の魅力、鏑木古墳、古墳群出てますよ、ね、ね、こういう感じです。これ、こういう感じになってるんですよ、ほら。はい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 、はいはいはい、ね、こういう感じですね。結構大きいですね、この古墳も。ね、こっちはだからこういう堀ですよね、これ。ここずっと堀になってます。ほら、ずっと堀になってます。ね、感じですね。ちょっと登ってみましょうか。ね、この辺から登れそうだから。結構大変ですよ、ね、結構大変ですよ。はい、こういう感じです。これ今登ってきたんですよ、ね、こういう感じ。ほら、こっちもこういう感じです。ねえ、これ神社。神社のちょうど後ろあたりなんですね。はい。ああ、こういう感じですね。ほら。すごいですよ、ほらほらほら、これずっとこの下は堀みたいになってますね。もう僕はなんか車が通ってますけどね、こういう感じですね。周囲がこういう感じでね、ここがね、ちょっとここ大変だね。こういう感じなんですよ。向こうにあれになってんだよね。伸びてんだよね。結構倒木すごいですよ。倒木が倒木すごいですよ。ほらね、倒木。ここちょっと倒木くぐって向こう行きますけど、ね、すごいですよ。あ、怖い。
ねえ、ここまで、あれ、ここまでですよ。倒木くぐって。こういうところに来ました。どうですかこれね、下はこういう感じ。ほらかなりすごいでしょ、斜面がすごいで、この木も見てください。これすごいでしょ、この木ね、すごいですよ。ほら神社の後ろです。向こうの方から今ね来ました。こういう感じですね、こういう感じですね。前方後円符ですね、明らかにね、明らかに前方後円符ね。ここがほらこうくびれてるんでしょ、ここがずっと左右がくびれていますよね。こういう感じですね、すごいですこの木が。降りるとこあるのかな、これ、ちょっと降りるとこあるみたいね。道らしき道がちょっとありますね、これ道のような感じ。ここから降りましょう。道じゃないかな、向こうから降りた方がいいかな、向こうから降りたらいいかも、いいみたいね。まあこんなとこ入らないから人がね、人がもうこんなとこ大体道必要ないですよね。はい、こういう感じです。はい、降りてきましょう。ちょっと